アイドル U はオトメイトより2015年7月16日に発売されたプレイステーションビータ用ゲームソフト。キャラクターデザインは藤原ココア。音楽は杉浦祐希が手掛けており、コーラスとして杉浦のバンドハインリッヒ本オフター人間のボーカルであるミッキーが参加している。また本作では作中の楽曲を用いたリズムゲームモードや画面に触れることで アイドルにキスができるキスモードなどが収録されている。本作の物語は小立てになっており、第5章終了後はその時点で好感度が最も高いキャラクターとの個別ルートに入る。個別ルートではアイドルたちの秘密や主人公の兄、マナカの失踪の真相が描かれる。主人公、アマネアイカのもとにアイドルグループ、リライズのリーダーである兄、マナカから 小包みが届く。中身はは、男性もののウィッグと洋服、そして、兄からの手紙が入っていた。手紙には、旅に出るから、自分と入れ替わってほしいという胸の依頼文が、綴られており、彼女は兄に何かあったんだろうと悟り、兄の頼みを引き受け入れることを決意する。そして、兄と入れ替わった相川、リライズのメンバーの住む寮に来て早々、その一人である先駆けいつきと出会う。 当初、五木きは相かを追っかけと勘違いして注意するも、兄の所在を知りたい相かはわざと足を踏む。ところが、五木はマゾヒストであり、相かを、マイ・ダームと呼び、すり寄ってくる。それでも、五木きは相かの事情を知り、リライズへと迎え入れる。その後、デビューライブが行われ、パフォーマンスはうまくいったものの、その後のトークで言い,い争いになり、中止という結果に終わる。 それでもメンバーの問題行動が原因で、兄がグループを去ったと確信した相川、は、改めて彼らの強制を決心する。リライズのマネージャーである米沢は、おめえを返上すべく、ファンと交流できる、アイドルカフェでの無償奉仕の仕事を持ってくるが、初日からトラブルを起こす。相川は、アイドルとしての彼らの良さを理解できなかったが、歌のレッスンを通じて、 彼らの得意分野が歌であることを知った彼女は、ある行動に出る。主題歌、CD キャラクターソングシリーズその他風のようなは 4gamer.net に寄せた記事の中で、全体的にカラフルな楽曲に満ちていると評価している。このうち、オープニングテーマ、アイドール、有名ンテーマについては、全体的にキラキラした、開放感が溢れる、中間部の不安じみた展開は、 主人公の内面を表現しているようだと述べている。同時に、風のいい女は、再び突っ走っていく後半への盛り上がりも気持ちがいいと評価している。風のいい女は、男性アイドルの BGM についても評価をしており、このうち、ルカのテーマである、ルカパニックは明るくも控えめで彼の性格に合っていると述べている。レオレオエボリューションについては、 猫キャラクターのレオをそのまま音楽で表現したようだと、表している。ありがとうございます。